ヤッホー、カオです。イエーイ。でも私は何歳になっても自分が好きなお洋服を着たいし、こういうカラフルなお洋服を着た方が私はテンションが上がるし、ハッピーな気持ちになるのね、私はね。だからこういう服装は変えるつもりはないし、なんか誰かの真似とかじゃなくって、自分の個性をどん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 出していってほしいなって思うの。やっぱり自分ってこの世界にたった一人だし、今こうやって生きてることもすごく素晴らしいことだし、世界に、この世界に生まれたっていうのは本当に宝くじ3億円を当たることよりも何億倍もすごいことで、みんなスターだから、ハリウッドスターなの、みんな。だから誰かの真似をして生きていくんじゃなくて、自分の考えをこう貫き通してほしいし、自分の個性を殺さないで、自分の好きな生き方っていうか、本当にモノマネは良くないよね。自分の世界観をこうどん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 出していってほしいなって